トンネルする。うわー、喜びじゃー。またもやきついマップ来ちゃったな。マザデーの次ぐらいにでかいマップ来ちゃったな。ここはね、端っこに湧く、まあ、どこも端っこに湧くんだけど、ちょっと説明むずいな。まあ、駐車場か、ここの端。いや、絶対いるんだけど、これ。いや、でもね。で、これ、狂乱切ってね、反応しなかったときは、これね、追い切りたい。ただ、喜びは追い切れないのが喜びなんだよ。ここがね、他のマップとの違いなのよな。まあ、でも、追い切るしかないな。これは追い切ります、普通に。よし。うん、で、自分が小屋で湧いて、こっちの下に来たでしょ。ってことは、駐車場なんだよ、次。ジェネ回されてんのが。で、これ、書店に湧きだったらもう着くんだよな。いやー、そうだよね。いやー、ほら、もう向こう側だ。あー。二押しだね、これね。興味無駄になったかもな。一人固有の方行ったな。こんなに早くても二押しだったら着くんだよ。おかしいぜ、今の DVD は。昔の破滅があればいけるんだけど。で、これ狂乱で、ここはちょっと読み合って。ま、追い切ってもいいけど、これは追い切らない方がいいね。ジェネレーターのついた場所なんで、上いるな。なるべくこっち側で戦いたいから、これ狂乱で乗り越えよう。よし。え、これを生きろ。いや、マジででかいんだな。狂乱切っても全然反応しねえや。これフェイントでいけるかも。よし。で、これで今分かってるのが、駐車場側にマリアさんで、こっち側で狂乱切って反応しないってことは、まあ、固有上に見たら右側にドワイトとケイトがいるから、ここ一人いるね。ダッチイラップ入れて、ああ、これマリアさんだ。あ、いた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 、ドワイト。狂乱切ろう。こんなんね、問答無用で突っ込むよ。で、イラプションを入れて、これはね、ちょっと戻ります。はい。今、小屋側でさ、2人見えたじゃん。ってことは、救助に来るのがケイトだけなんだよね。だからこれで全員負傷にできるな。で、イラプション入ってるから、これで追い切れる。こっち側から板壊させたい。よーし、でかい。だ、これができるのがやっぱイラプションなんだよね。これイラプションないとこれができない。で、共鳴つって遅延してイタチイラプの時間稼いで、3人ともこのマップの右側にいるっていうのが分かってるから、今ここ回してないね。ってことは中央だ、うん、で、これメグ発電機触ったから、いてー、ストライク使えないから、これは普通に追いかけよう。で、これ小屋につなげられたくないから、先に内側取る。オッケー。この人だと共鳴つってないよね。共鳴温存しよう、これ。下回してたのか。これヒールしたね。ヒールしたね。二人でヒールしたね、これ。で、ここにイラプションを入れてもドロー。いやー、でもこれどうだ、いけるかな。
ちょっと怪しいね。で、固有に2人逃げてったな。3人見えたね、これで。板使ってくれた、でかい。オッケー。でかい。狂乱で切りたいね、ドワイト。いやー、読み合ってくるか。よし。で、一旦イラプ入れて、で、中央にもイラプ入れて追い切りだな。これメグ行こう。そこにメグいるの分かってるから倒すんじゃない、倒すんじゃない、ラストだもんね。いやー、ここポディが強え。飛ぶ。あ、これしなやかか、しなやかだ、しなやかだね。固有回されてんな。これダウン取れるかどうかで変わってくる。いやー、ここの板も強いんよな。いやー、きつい、マジで。いや、これは喜びがきつい。立ち回りは完璧なんだけど、純粋に喜びはきちい。ペイント、OK。いや、マジラップありがとう。これ共鳴釣ろう。よし。いや、マジきついな、このマップ。で、これ今狂乱切って回ってないんだよな。回ってないというか、あっち側回してんだよね、二人ともが。よし、二人ともがね、狂乱に発動してないから。これ共鳴釣りたかったー。これ共鳴あったら最強だったんだけど。どっちだ、右上か。あー、そっちだね。オッケー。あー、下も回してると思うんだけど。いやー、そうだよねー。厳しい、このマップマジで。いや、ここでかい、これでかい、これマジでかい。あ、そっち逃げるよね。これ追っちゃダメだな。これこっち側行こう。こっち側板使ってるから、まだこっちの方がダウンの可能性ある。ダウン取ってラブ入れて、イタチ入れて、ドバイと言って、よし、うんうん、いけるな、まだいける。まだいける。で、ケイトの姿を見ながら、ここは絶対イラップ入れたい。で、速攻戻る。これああ見えたね。いや、このケイトのダウン次第だな、マジで。オッケー、でかいね。まあ、イラプがあるからまだ回んないはず。うわ、
あの人なんだよな、ラスト、ラスト共鳴。これ二押しだったらワンチャンつくね。ドワイトが起点を聞かせて二押ししてたらついちゃう。急げマジで。でっけえ、でかい。なんか横たわってる。待ってくれ、なんだこれは。予想外の展開使われてる。あ、りょうたさんこんばんは。時計さんこんばんは。やっぱイラプあると、やっぱイラプあるとね、立ち回りやすいよね。で、ドワイトヒールなんだけど、多分固有側だな、これ。場所的に。で、この人共鳴余ってるから、追い切りたいんだけど、チェイスポジションが危ね。強いんだよね、そっち側行かれると。まあでもこれは追うしかないな。こっち側から追う。早めにダウン取れたら。いやミカ、いやマジこれ、このチェイス次第だな。板の方行きたいよね。いや板多すぎ、板多すぎ。なんでこんな走ってる先に3枚もいたんだ。いやこれ追うのやめよう、無理だ、追えないな。なんでこんな近距離3枚もいたある、無理やって、さすがにちょっと無理やわ。リージョのこれ強いところが、まあ、浮かで回復しなくちゃいけないところだよな。で、これね、戻る。戻ります、これ。そう、理由が、浮かでのまま回してる可能性があるから。そうだよね。で、ドワイトを浮かで寝させて、マリアちゃん追いたいんだけど、どこ行った、これ。うわ、予備動作早え。予備動作クソ早いな。どこ行っちゃったんだろう。足跡あったんだけど、一応。あ、いるわ、ここ。で、こう、追わない。あそこのジェネはまだそんな回ってないから、ドバイと来てないことだけ確認して、これで向こう側行こう。ドバイトいるか。いないね。うわー、ドバイトヒールか。いやー、喜びつえー。ちょっと待って、マジできついな。でもいい感じに減ってはいる。ここ回してるね、ドワイト。向こう行ったな。いや、ここのジネだけマジ要注意。他はまだ回ってないから。一旦ドワイト狂乱切るか。これダウン取れるね。よっしゃー、ヒラップナイス。これもハイズリ放置していこう。でか。いや、マジきつかったな、喜び。まあ、なんとか勝てたけど。
あぶねえ。大地さんこんばんは。デブさんこんばんは。いや、リージョンじゃなかったら。あ、ちょ、パンツ、ありがとう。危なかったぜ。チャオさんこんばんは。阿部之助さんこんばんは。危なかったぜ。マリアちゃん適応だったか。